車買ったらすすぐ施工白山50ラ50ブカス TV 川口学です今日はですねメルセデス・ベンツ新型 E クラスのステーションワゴンということで,ですねこちらの先日 E350E のスポーツエーションスターセダンをお届けしましたけれども今回はですねワゴンモデルこちらをですねお借りすることができましたのでこちらですね e 200という ガソリンエンジンンエジジバージョンですねそれの ISG が組み合わされたモデルということになりますのでこれをですね内外装チェックいってみたいと思いますちょっとクーペっぽい感じのですねワゴンにも見えるような車中泊も余裕でできるスペースになってますのでメルセデス・ベンツの E クラスのステーションワゴンですけれどもまずボディサイズなんですが全長はですね4960ミ、mm、リそして全幅は1880ミ、mm、リ 全高はですね。1470mm ホイールベースが2960ミ、mm、リというまあ、非常にこう大きなサイズのワゴンということになります。まあ、一昔前だったら s クラスのワゴンと言っても過言ではない、そのぐらいのですね。サイズ感のある1台ということになります。まあ、全長もですね。かろうじて 5m を切っているということですし、ホイールベースもですね。3000ミ、mm、リをかろうじて切っているぐらいの長さということなので、まあ、いかにたっぷりとしたサイズのワゴンであるかということはですね。分かると思います。 で今回のですねこのお届けするモデルなんですけれども顔つき見ていただきますと分かるように AMG のですねラインが入っているモデルということになりますこのグリルの周りにですねブラックのパーツが入ることによってちょっとこう EQ シリーズの兼ね合いなんかも感じさせるようなそんなデザインになっているのが特徴ですねちょっとこれがなんかね僕あんまりね 好きじゃないん,ですけど、ね、なんかちょっとアライグマとかなんかあそこら辺のんかちょっと動物を思わせるようなあんまかっこいいと思わないんですけれどもまあそれはさておきこのさらにですね中にはですねスターグリルのパターンが入っているというのが最近のですねこの、まあ、いわゆるアバンギャルド系の MG のですねラインをですね持ったモデルと。 ということになりますそしてヘッドライトなんかはデジタルライトを採用してまして描画性能もですね非常に高機能なものを持っていてですね路面にですね絵が描けるぐらいのそんなですね改造と思ったランプになっているということで100万画素以上のですねものになっているということでございます。 で先日お届けした E350 の E のですねスポーツエーションスターから比べるとですね、まあ、こちらボディカラーもですねオパリソファイトになってますのでまたちょっとこうイメージ変わりますけれどもやはりです、ね、メーセースモデルとしてですね非常に美しいなと思うのはこのサイドから見た時の雰囲気ですよね。やはり縦置きエンジンならではのですねこのプレミアムレングスがあって非常にこう伸びやかな感じがフロント周りですねまずあって、まあ、オーバーハングがそれだけ。 切り詰められていて短くなっているというところにこう流れるようなですねエレガントなボディーラインを持っているというのが特徴ですしかもこのワゴンの場合はですねこのルーフラインとウィンドウラインのですね絶妙な角度をですねこう生み出すことによってこのエレガントなセダンらしいですね感じのあのイメージありましたけれどもそれを感じさせつつも ワゴンのですねこのボディにうまく融合しているそんなウィィンドグラフィックになっているのが特徴ととうことですねしかも、まあ、最近で見ると一番このベーシックな形状のですねワゴンなんですけれどもウィンドグラフィックのエンドの部分が非常にこうエレガントに流れることによってちょっとクーペっぽい感じのですねワゴンにも見えるようなそんな演出がなされているのもポイントですね。 それと、まあ、メルセデス、最近センシュアルピュリティーというです、ね、デザイン言語を使ってますけれどもそれによってですねほ、まあ、本当にあのラインなんかは極力少なくして面でですねデザインの上感をです、ね、出すということをやってるわけですけれども S クラスとか C クラスまではこの肩のですねラインがずっと1本入っていた、まあ、キャットボックラインというのがあったわけですけれども E クラスの場合はですね、このドアの部分で消失して再びですね、リアフェンダーの、まあ、だいぶ前からですねこう ととラインが入っってていいくよううなな感じになっているということでこれもですねシンプルだけれどもこの面のですね奥行きを感じさせるようなデザインになっているかなとそしてこのワゴンならではのテールゲート部分ですけれどもこうして真横から見るとちょっとですねクーペっぽくも見えるような角度になっていて実用上は何の問題もないあの角度ですけれどもこうしてですねデザインの妙で寝てるような感じをですね見せているというのが特徴でございます。 さらにリアの方に回り込んできますとテールレンズのデザインですけれどもこれセダンでも見られたですね3ポインテッドスターのデザインになっているというところでここもですね新しい部分ですね。またこの 横長のです、ね、テールレンズを与えることによってさらにここにガーニッシュをです、ね、加えることで全部がつながったような感じになっていて1枚のパネルで,です、ね、覆われているようなそんなデザインになっているわけですね。これも新世代のメルセデスのデザイン言語を他のです、ね、モデルでも使っているわけですけれども同じようにこの E クラスでも使ってきたということになります。 そしてですねテールエンドで、まあ、マフラーがこのようにですねメッキで囲われてるわけですけれどもここはですね先日のセダンでもお伝えした通りこのような感じですねダミーでございますスマホが開けてしまう場所になっているということでございます でまあ、こうして見るとですねやはりリアのクォーターから見た時のこのエレガントな感じがいかにもですねメルセデスのステーションワゴンだなという感じで非常に美しいですし実用性が高い車でありながらもですねこれほど美しさを感じさせるというのも、まあ、メルセデスならではなのかなというところですねちなみにこの車ですね E200 に装着されているタイヤですけれどもフロントのサイズがですねこちらは 245-45R19 という19インチサイズのピレリの P0 を採用していますエモートありますのでメルセデスのですねショーイタイヤということですねまあ スタターーマークもももいてますのでますすののでで BMW 承認イヤありけれどもそれにですね AMG のホイール組み合わせてるわけですがまあスポークの力強いデザインがあるんですけれども実はここの部分にですねこれエアロ効果を多分持たせてるんだと思いますけれどもちょっと蓋みたいな感じのですねこれが最近あるんですけれどもこれがあんまりかっこよくないんですよねこれはちょっと気になるところではありますけれども。 でリアはです、ねはい275の 40R19 ということで後輪駆動でもあるというのもありますし AMG ラインの場合はですねフロントとリアでやっぱりタイヤサイズリアの方が太くなりますのでこれもですね AMG のラインが入ってますので275になっているということでございますというわけでですねエクステリアを一通り見てきましたので次はですねパワーユニットを見てみたいと思います、はい、開けますとこのように、まあ、ダンパー入ってますけれどもちゃんとねやっぱりキャッチもね2つあってさらにこの。 バネがね入っていて、まあ、この辺りで,ですねバタつかないようにもなってますし合成を取るっていう意味でもですねキャッチ2つある方がいいわけですよねそれとサスタは相変わらずこのリブがですねバッチリ入ったもう合成高そうなですねものになってるというのはこれもセダンと同じですねさらに、まあ、フロントのですねラジエーターの方に向かってですね縫合パーツも入っていると。 ということになりますで搭載されるエンジンですけれどもこれ E200 ですので2リッターの直列4気筒の直噴ターボということになります。でさらにですねこれ ISG 付きということになりますので、えー、ISG はですねこの世代はトランスミッションとですねエンジンの間にですねこう入るような。 モータータが組み合わされるそんなでですすねユニットにななっていいるととうことですなのでまあモーター駆動のアシストも入るんですけれども同軸上にあるので気持ち悪いですねこうアクセルの回路と加速がですね違うとかいうようなそういう感じが出ないのもポイントですね。でスペックですけれどもこちらはですね最高出力が204馬力これをですね5800回転で発生して最大トルクこれ320ニュートンですねこれを1600回転から4000回転で発生するということになります。で車両重量でですね1910とということで これをですね。電子制御の急速 at 9g トロニックでですね。駆動しますので、これによってですね。燃費の方はリッター1 3 9キロという数字になっております。まあ、1900キロのですね。ワゴンということですから、13.9はいい方だと思いますし、実際にこれよりはですね。燃費も伸びてくるかな？という。ところで、15は硬く出るんじゃないかなというところではありますよね。まあ、やっぱりあの輸入車ですね。その wltc モードの数値よりもですね。結構上に出ることが多かったりしますし、高速乗ると。どん,どん どんどん伸びますのでこの辺りはですねまあ、リッター15ぐらいは高速なんか乗ったらですね全然出るそのぐらいのですね燃費を持っているということになりますちなみに燃料はですね無煙プレミアムガソリンということになりますではインテリアをチェックしたいと思いますはいこのような感じでですね先日お届けした E350E のスポーツエディションスタート同じですねトンカブラウンの内装ということになりますナッパレザーのですね上質なシートが備わっているということになるわけですね もうあの先日もですねこの辺りお伝えしましたけれどもまあデザインはですねもう本当に S クラスと見まごうようなそんなですね質感を持ったものになってますしまあ大体このドアの内側のですねこういったパーツ類全てですねだいたいメイセンスは共通ですので C クラスも E クラスも S クラスもだいたい同じようなものを使っているということでまあよし悪しはありますけれどもでもやっぱり非常に上質なものにちゃんと見えるそんな仕立てになってますね。特にこの辺りなんかかもすごくく柔らかくて ちゃんとですねカーブが綺麗に描かれたそんなですねトリムになっていますそれと開けたところはい、スカフプレーターですねメルセデスベンツのロゴが光るタイプになっていますねそしてペダルはですねおなじみのオルガンペダルでステンレスにですねゴムの滑り止めがついたタイプということになります さらにシートですけれどもこちらもね先日見てすごくいいなと思いましたけれども S クラスとです、ね、同じような感じのシートですけれどもこのセンターの部分と座面の部分がキルティングのパーフォレーションになっていてこれがね本当に座った時の感触の良さにつながってるわけですよ、ね、まあ E クラス高級なですねサルーンとかステーションワゴンを要するモデルですけれどもそれにふさわしい厚みのあるシートになっているということでございます。 さあ乗り込んでみますと、まあ、これ先日もあのご紹介したものと同じですので簡単にお届けするというところですけれども、はい、このようにですね MBUX のスーパースクリーンが採用されているということになりますでハイパースクリーンが今までだったんですけどスーパースクリーンはですねこのサードパーティーのです、ね、アプリなんかも使えるようになったのがポイントということになりまして実際にですねこのアップすのところに見るとですね様々なアプリがですね入ってますし YouTube なんかも見れるというふうにですね言ってましたからこの辺りもですね最新世代のものになっているということでございますまあ本当に先進的なものになってますしここにカメラがついていてまあズームとかですねウェブ X とかでもそのままできるような環境もあるということでここはすごいところですねもう本当にデジタライズされたコックピットという感じですし相変わらずアンビエントライトがですねこのように美しく見えるものになっております それとセンターコンソールなんかもアンビエントライト入って非常に美しいですし開けるとですねさまざまな機能が集約されているというこれも先日お伝えした通りでございますでこの車はワゴンですのでちょっとですねリアシートを割愛してワゴンのですねラゲッジスペースこれをじっくりと見てみたいと思いますさあラゲッジをチェックしたいと思います当然電動のテールゲートになっているということで まあ蹴ると相当やっぱり広いですよねこの奥行きそして幅これがですね E クラスのワゴンならではだなっていうところですよね。ゴルフバッグなんかもですね斜めだったらもう余裕で積めるようなものになってますし横積みでもですねあちらのこうへこみがありますからこれを使ってですね積むことができるようになっているというところでございます。さらににに床を開けますすすとこここのようなな感じででねね深いいっていてここにです、ね タイヤのパンク修理キットとかですね、さらにこの組み立て式のボックスとかですね、そういったものがきっちりと収納できるようなスペースになっているということでございます。こ、はい、のカバーはですね、はい、今電動でこのガイドで上がってましたけれども、これをですね外して、はい、このような感じでですね。 まあかなりしっかりとしたトノカバーになっているのでこれ外すのがね結構大変なんですよね重量のあるものになっておりますそしてさらにその後ろのですねこのネットですね荷物が飛び込まないようにすることもできますしまあペットのために仕切ったりすることもできるこのネットがですねはいこれもですねかなりの重量のあるものになっておりますまあこれだから外してどうするかっていう問題はあるにしてはですね ちょっとこうしっかりしすぎてて結構困るかなっていうところではありますよね。で、さらにまあこのような感じで,ですね。外すと広々とした感じになっていて、4対2対4のですね。分割可動になっていると左右にですね。このスイッチがありますので、これを引きます。このような感じで,ですね。バネが強いのでシートベルトをですね。引っ掛けてあってもそのまま倒れるぐらいの力で倒れていきます。右4が倒れてこちら側左は6がですね。このように倒れて。 はい、倒すとですねかなり奥行きがあってもう自転車なんかも全然そのまま詰めるし車中泊も余裕でできるスペースになってますのででは失礼させていただきます、うん、皆さん氷土さんがいなくて残念だと思いますけれどもはい、このような感じですね身長168センチの川口学が横に寝そべっても余裕の、はい、スペースということになりますなのでまあそうですね180センチぐらいになると 厳しいいと思いますけれどもでも斜めにすれば1人で車中泊は余裕でですねできるというそんなスペースでございます。はいというわけで今回はですねメルセデス・ベンツの新型 E クラスのステーションワゴン E200 のアバンギャルドですねこれをご紹介させていただきました。 まあ本当にあの実用性が高い1台で荷物めちゃめちゃ詰めますけれどもエレガントなですねこのスタイリングが非常にですね魅力的なそんな1台でございますちなみに価格ですけれども928万円ということになります E200 ですねでオプションがこんなに付いてますのでまあ全部合わせると1200万超えるということでまあさすがに E クラスのワゴンともなるとこのくらいの値段は致し方ないかなというところでございますはい というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございますチャンネル登録いただければあなたの次ライ車が見つかるかもしれませんそしてラブカス TV で手上げてほしい車企画ございましたらコメント欄に一回スイッチ開ければと思いますそしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたしますそれではまた別の車でお会いしましょうラブカス TV 川口学でした